さなぎたけし8月8日から1990年3月14日は、日本の海軍軍人及び航空自衛官、第2代航空幕僚長。海兵50機、海大32機。帝国海軍での最終階級は、海軍大佐。自衛隊での最終階級は、航空幕僚長たる空将。現在の愛媛県新居浜市で出生。父は、教員、さなぎき。 死だ。1919年3月、東京高等師範学校附属中学校卒業。1922年6月、海軍兵学校卒業。卒業席時は19位。1923年9月、海軍将位。1925年12月、海軍中位。1926年3月、第4期偵察学生。 1927年12月、海軍大移。1928年4月、霞ヶ浦海軍航空隊教官。12月、アメリカ大使館付武官補佐官。1931年5月、霞ヶ浦海軍航空隊教官。12月、従順洋艦、妙高乗組。1932年12月、海軍大学高校主第32期入校。 1933年11月、海軍少佐。1934年7月、海軍大学高校主第32期卒業。11月、水上規模艦新規校長。1935年6月、海軍航空本部総務部員。1936年9月、第11航空隊付12月、海軍省人事局付 1937年12月、人事局第一課局員。1938年11月、海軍中佐。12月、第5艦隊参謀。1939年12月、連合艦隊航空参謀。1940年11月、軍令部第一部第一課部員。1941年、太平洋戦争が始まる。 1942年6月、軍令部第1部第1課作戦班長。1943年5月、海軍大佐。11月、南東方面艦隊参謀権第11、航空艦隊参謀権第8方面軍参謀。1945年南東方面、艦隊主席参謀。1945年8月、終戦。 1947年7月、復員。1954年7月1日、航空自衛隊発足に伴い、航空爆料副長に就任。1956年7月3日、第2代航空爆料長に就任。1957年、FX 直期戦闘機選定が始まる。当初防衛庁は、直期戦闘機を、 ロッキード F-104 に内定したが、岸信介内閣成立後1958年1月、さなぎは渡米し、FX 時期戦闘機の選定を実施して帰国後に、報告書を提出し、1958年4月、G-98J-11 の採用を国防会議が内定した。しかし、G-98 の内定に対して、 汚職の疑いがある、設計図だけの幽霊戦闘機との批判が起こり、さなぎらの事情聴取や、承認関門にまで発展し、白紙化する、第一次、FX 問題が起こる。1959年7月18日、退官。1970年5月、水公開会長。1971年11月3日、 君二等随法省受賞1990年3月14日、急性心不全のため、東京都多摩市内の病院で逝去、のぶ、14位帝国海軍では、海兵卒業時には、恩仕組みに入らなかったものの、アメリカ駐在部官補佐官、連合艦隊参謀、軍令部作戦班長などの要職を歴任し、将来を職望された赤レンガ組であった。 航空自衛隊では、制服組トップの航空幕僚長まで登り詰めた。海軍士官、航空自衛官として、頂点を極め、日米海戦など、歴史の重要場面に立ち会った、サナギであるが、自他共に認める口下手であった。昭和40年代に、サナギにインタビューを行った、亀井博史によると、事前に、サナギからもらった手紙に、私は、喋ること。 書くことが極めて苦手ですと、わざわざ断りが書いてあり、亀井は、さなぎとあった印象を、なるほど、失礼ながら、かけねなしに、苦絶の人ではないことを知ったと記している。ありがとうございます。